サンタテクラ博物館、サンタテクラ市立宮殿エルカルメン大聖堂、ホセサンマルティン公園、エルエスピの環境公園入り口ロスチョロス、入り口サンタテクラは、エルサルバドル西部のラリベルタ県の県と、2016年の人口は12万3300人で、国内10位。サンサルバドル火山の南北に位置し、首都サンサルバドルから 14.5km ととても、近い。 アンティング・オクスカトラン氏が東に接する。キリスト教の聖、テクラが由来。1854年8月8日、ホセマリア・サン・マルティン大統領が地震で首都サン・サルバドルが壊滅したことを受けて、新サン・サルバドルとして建設した。1855年、新サン・サルバドルに遷都した。1859年、サン・サルバドルに遷都した。1865年、 ラ・リベルタ県の県都になった。コーヒー産業が成功したことで、市はさらに発展した。2001年1月、地震が発生した。2003年、守護聖人のテクラにちなんで、サンタテクラに改名された。2004年、市の建設150周年式典で、テノール歌手のフェルナンド・デル・バジェがコンサートを開催した。彼は1854年当時の大統領の、 ホセマリア・サン・マルティンの子孫であり、1876年、当時の大統領のアンドレス・デル・バジェのヤジャゴである。また、開催された9月23日は、聖テクラの祝日である。サンタ・テクラ市は、以下の15地区からなる。サンタ・テクラの人口ピラミッドサンタ・テクラ市民の多くは、国内他県出身で、特に、サンターナ県とチャラテナンゴ県が多い。92%が、 都市地域に住んでいる。失業率は5.1%で、31%が乗り物を所有し、19%は2台以上所有する。エルサルバドルの広範囲と同じで、泉が多く土砂崩れが起きやすい。透水性の低い火災流由来の地域が大部分を占める。ありがとうございます。